カラスと、本物のカラスとポケモンのカラス。すげえ、ここから落ちたの。ここでこう、あ、本当？立った？手乗りフレンズ、やけにでかい袋でしょ。そう、あの子大きいんだよ。ねえ、いいね。ポケモンよりでかい。そう、パパ買ってきたの1個。さあさあ分かる？この子、うん、覚えてる？うん、前映画で見てちょっと欲しいみたいな、その時言ってて、うん、うん、偶然売ってたからゲットしてた。あ、開けれるか。あ、いた、いた、いた。人形だよ。そう、なんか持ってきた、おやつ。ちょっと開けて。お、なにそれ、来たよ、強そう。うん、ココの映画に出てたし。そうね、そう、あのフライボンと喧嘩してた。そう、その森に僕もいました。こうやってそうそう、それとフライボンの喧嘩を止めた、ここがザルードの、あの、あ、ザルードと戦ったって。そう、あっち行っちゃったでしょ、うん、泉の方に、うん、そうそうそう、それを使っちゃったもんね。使っちゃったの、うん、フライゴンに。そう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 、使っちゃったの。だからザルード怒ったんだよね。そう、ザルードそれで怒った。そういう感じ。わー、すごい。鉄火人と戦ってるでしょ。気性が荒く、相手を腕力で黙らせると言われているコワモテポケモンのゴロンダです。立ちふさぐまとの一騎打ちに闘志を燃やすと言われているポケモンですね。タイプは格闘、悪タイプです。ここに出てるポケモンいないかなと思ってるけど、なかなかいない、ね、いや、なに、当たってないよ。壁にぶつかった。いや、自滅なんかないかしら、ここに出てた。なんだっけ、あのフライボンいない。フライボンもいないのさ。パパ、ホシガリス。ホシガリスいない。ホシガリスっていう人形あるよね。ないんだっけ、わかんないね、忘れた。いや、映画に出てなくてもいいや。アンパンマンいた。どこに行ったの。あ、アンパンマンいた。はい、看板飯丼。はい、バイキンマンは、バイキンマンはそっち。あ、これ野生のとこ、うん、当ててないやつだ、うん、すんごい髪型、奇抜だね、うん、なんていうの、うん、車坂オウム車、車坂オウム。あ、これのラインナップじゃん、シマフクロウ、うん、でっかいやつ。あ、これ、あ、そっちは何ですか、うん、そっちはなんか詐欺でしょ、詐欺。うん、白髪詐欺、うん、いいんじゃない。でんでんでん。さあさあ、登場です、詐欺から。いらっしゃい。見て、なんかいた。ウェルカもいた、ウェルカも。ウェルカム、クワッスの進化系。ウェルカムは変なダンスしないの。上にバルはするけど、そうそうそう、進化したらちょっとね、変なスイッチ入っちゃった。できた。今度は海流、これどっちって海流星群。じゃあ勝ち。あ、来たよ。何で、何で、おー、見てて、見よう見よう見よう、かわいい。なんていうの、これの二等身っていうか、むぎゅっとしてるね、うん、本当はもっとスラッとしてる鳥だけど、うん、さあまずはサギから。このサギは白ハチサギ、白ハシサギ。真っ白なサギならこの辺にいるもんね、うん、野生のサギ。魚食べてんだ、あれ、川とかで、うん、ここにいるもんね、野生。うん、ここに、ここに、ここにいる？うん、いるじゃん。
ああ、カワセミね。これはカワセミです。なかなか出ないね。開けれてないんじゃないですか、ね、力で。パワー。すごいよ、こうやって。ムキムキ。ムキムキムキ。バナナの皮みたいに。ムキムキいった。バナナ、ああ、ムキムキってそういうことか。うん、バナナの皮。ムキムキか。うん。筋肉の方かと思った。あ、来たじゃん。僕たち川魚食べます。二人とも、うん。そういう感じです。川魚兄弟。川魚兄弟どこ行った？あれにこのと。この森の魚食べに来ました。魚？魚ってなると、魚ってなると。魚フレンズじゃないよ。魚フレンズじゃないよ。本当？うん。大丈夫？ナポレオンフィッシュとかじゃない？魚。うんポケモン？もしかして。でかいから食べれない。なにギャラドス？え、もしかしてギャラドス食べるの？ね、ギャラドス気づいてないで、パパギャラドスって。うわーやー、暴れ、ジタバ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 タ。あー、すすに連れてった。いやちょっとギャラドス食べんのか。いやえぐいって。ギャラドスジタバタ足ないから見て。いやギャラドスもっと強いよ。さあ、もうちょっとで出てくるよ、インコ。ん？あ、来た。インコ。インコでないわ、オウム。オウム？オウム。オウム？あっちでギャラドス食べてるわ。仲間のギャラドスってさ、茶色いんですよ。うん、おお、来た。すんごい、なにこれ。アニメの主人公みたいな顔、噛みしてるよ。お腹いっぱいだからもう食べない。ギャラドス長いからもう食べない。もう食べないって。ギャラドスめっちゃ長いから。ほんと？うん。あー、しばらく食べなくていいってこと？うん。なるほど。ギャラドス一番長いから。犠牲の上にね。誰かの犠牲の上に成り立ってるからね。あー、来たよ。ほら。これすごくない？髪、これ。ね。あとも。うん。で、ギャラドスは復活。あれ、モフモフ手乗りフレンズ出んだって。ほら、モフモフバージョン、うん、これただのソフビ。えーすげー。2024年4月って今じゃん。出てんの仲間来ました。見て、病院。あ、病院だ。ピーポーピーポーピーポー。ピーポーピーポーピーポー。ピーポーピーポー。ピーポー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 ついた。うん、あ、これもかっこいい。いい顔してるよ、これね。うん、そういう顔めっちゃ似てる。あ、シマエナガもいる。なんかかわいい。これどこで買ったの？シマエナガ。うん。え、あ、もらってきたんだ。ピボピボ。ピボピボ。ピボピボ。ギャラドスと誰か。ピボピボ。ピボピボ。何？ギャラドスと一人増えた？ピボピボ。いや、獲物かい。ちょっと。ポケモン強いよ。絶対負けないよ。ピボピボ。ピボピボ。そんじょそこらの。ピボピボ。すごい生き物には負けないよ。ピボピボ。ピボピボ。すごい。ピボピボ。ツンツンしてもだってギャラドスなんてもう。ピボピボ。とんでもない大きさだよ。あれ？どこだてる？とんでもない。だからさ、だからさ、もうずっと食べなくていいな。あ、とんでもない大きさだから、うん、あ、それを食べたの、うん、全部。それがちょっとにわかに信じがたいよ。そう、それを全部食べたからね。あ、それを全部食べた。だからしばらく食べなくていい。俺の顎がないんですよ。え、何ですか？ミュウミュウツーのサイコキネシスで顎は浮かんでしまった。どういうこと？どっかに浮かんでんの顎じゃ。うん、じゃあ、顎探し。